こんばんは。スタジオリバーサイド支配人の竹下敦です、うん、今日は、スタジオリバーサイドで、使っている、まあ、お貸しできるね機材をご紹介したいと思います。こちらの、じゃーん、ジャイン、マクソン社のグラフィックイコライザーだ。はい、これね、なぜグラフィックイコライザーかというと、なんでだろうと思いますよね。これ周波数がね、100、200、400、800、16キロ、3.2 キロ、プラスレベルがついてます。カチカチってスイッチで変えるんですけど、グラフィカル。目視でわかるんですよ。つまみがついてて。ね、グラフィカルにわかるから、グラフィックイコライザー。パラメトリックってもあるんですけど、それまた応用説明しますね。で、基本的にこのグラフィックイコライザーで、細かくこういじるパターンもあるんですけど、だいたいね、グイって特定の周波数を上げてみるんです。私は今ね、パンクバンドのパジャマーズ、をやってるんで、600キロのところをグイッと上げてます。それが一番ね、こう弾いた時にね、バイオリンっぽい音がするんですよ。まあ、これノコギリ派って言うんですけど、これはまた別の回に紹介しますね。それがね、一番出やすい。それがこの設定。ほとんどね、スタジオリバーサイドはね、皆さんからの持ち寄りで成り立っていて、これはね、沢田さんが持ってきてくれました、とってもね、保存状態が良くてね、今でも毎日お手入れして綺麗に使ってます。これね、とってもね、ずしっとくるんですよ。ギュッとね、中のものが詰まってる感じで、とてもね、いい一品です。で、中のね、基板なんかは、基本的にお見せしません。内緒ピカピカ。こういうね、古くてね、いいものっていうのはね、大事に使うと、音がちゃんとね、応えてくれるんですよ。リバーサイドでね、いらした方には、ちゃんとお貸ししますから、コマクソンのね、イコライザーとってもね、面白い音がするんですよ。レベルでブーストするとね、歪みまで出せたりするんでね、ボス、今だとね、ボスのもの多いと思いますけど、まあ、ぜひ、リバーサイドに来ればね、これ、マクソンのイコライザー使えますんで。それではまた次の動画でお会いしましょう。イエイ、ラッキーロー、やっ、はい、マクソンのグラフィックイコライザーでした。